皆さんこんにちは、ハヤトです。今回はシティーズスカイライン交差点禁止の街第26回になります。災害対策センターを建てようか。まずはちょっと一個ずつやっていこう。しょうがない、ちょっとどこから手つけていいかわからないレベルになってしまったんだけど、ここがいいかもね。災害対策本部です。災害だらけです。一面の廃墟だ。頑張ってくれ。そうだ、この自転車灯をちょっと開発しよう。こんななんかやられるがままにしておくからいけないんだ。最強の自転車灯にするぞ。もう負けない、災害には。ちょっと持って、人工堤防じゃないけど盛り土をしよう。貨物船の件も解決しないといけないしな、大変だ。よし、これでいいね。でここに移設しちゃおう、これを。はい、災害対策センター。おりゃ、さあ行け、来たー、災害対策本部車両。行けこれで治るでしょう。楽しみだね、復興が。最初からこうしてればよかったね。さらにまだまだ復旧計画は続くのだ。次は何をやるかというと、ここにこれを、堤防です、人工堤防です。これをねちょっと引いていきましょう。あ、赤字になってるやばいやばいな、相当やばいなこれ。赤字対策しないと。もう二度と廃墟にはさせないぞ。これでいいかな。はい、できました。地面も持ったし、堤防もある。災害対策センターもあるからね。これで復旧してくれればいいけど、どうなることやら。あとは、赤字になっている問題の解決だ。どこだ問題は。デパ地下商店街が完全に廃墟だけになっている。最大の問題これだと思うんだよね。人口がさ、半分くらいになったんじゃないか。ここが壊滅したせいで。ここはもう手動でまた地道に行きます。しょうがない。ちょっと水かぶったぐらいで出ていくなんてひどいよな。郷土愛がないよな、シティーズの市民は。文句ばっかり言いやがって。ふるさと納税とか絶対やらないんだろうな。言ってることおかしいかな俺はたとえ汚水の津波をかぶろうがこの町を出ていく気はないぞ、みたいな気概が欲しいところだよな。こりゃ大変だ。めっちゃ大変なのこれ。廃墟しかないぞ、もう。この町にふるさと納税したら何をプレゼントするんだろうね。汚水かな。よし、これでいいかな。廃墟は、まだあるね。この廃墟は学校跡なので、再建するには災害対策センターのヘリが飛んでくる必要があるんだよね。ちょっとヘリ待ちしようかな、これは。貨物船も動いてるみたいだね、なんとか。こっちは自転車島に行く路線以外はなんとかなったみたいだね。ここだけは守らないとな。あ、めっちゃ人少なくなってる人口半分になったからだ。くそー。あ、さすがにちょっとげんなりするな見てるみんなもそうだと思うけど、さすがの僕も若干げんなりし始めましたもう津波が多い。毎回津波来るからね。相当運が悪いと思う、こんなでっかい津波来るの。めげずにやりましょう。じゃあもうちょっと津波対策やろう。そして今回復興したら津波対策がおろそかだから津波で大変なことになるんだよね。そういうことだよね。 あとこれだ、これやらなきゃ。これ何が起こってるかっていうと、大変なことが起こっているんだよこれはね、貨物船が通れなくなってるんだよね。これどうすればいいかというと、手っ取り早いのはこうかな。この船って薄い壁だったらね、乗り越えるはずなんだよね。乗り越えないね。いけそう頑張れ、あと少しだ。無理なのか、どうなんだより状況が悪化してるようにしか見えないんだけど、無理だな。じゃあちょっと事前の策として、ここをダムにしましょう。ここだけ、ダムを張ります。
本当は嫌だけどね。これでいいね。はい、これで通れるんじゃないかな。さあ来たぞ、いけるか、どうなんだ。お、消えたおかしいな、ちょっと高さがありすぎたかな。ここだけちょっと、じゃあしょうがない、特別な形にしよう、仕方ないね。どうするかというと、これで多分通れると思う。あ、いけたね、いけたね、よし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 、いいぞいいぞい。ただまあ、そのまあ当たり前なんだけど、津波の時にここがやばいんだけどねあ、ちょっと待って、でっていう何の解決にもなってないけどちょっとね、今の所持金でやるのはあれなんだけど、じゃあちょっと中の整地をします。本当はもっと後でやるつもりだったんだけど、高さをね合わせたいんだよね。中のデコボコしてると街を作りにくいので、まあこうしてる間に街の方復興するからいいかもね。あ、収入プラス2万になってる、復興進んでるね、いいことだ。これなんだろうねこれ波で発電する機械のはずなんだけど、発電できてんのかなこれはい、とりあえずの航路はできました。で、ここ通していくかというとね、今回はお手製の自家用水路を作ろうと思います。もうすごく原始的な方法で、単純に土を盛ります。盛るというか、土を削ります。自分で水路を作る。水路っていうマスも、マスというか建物もあるんだけど、あれあんま好きじゃないんだよね。人工水路で船を導いていきます。さあ進め、まあ、これやっとかないとね、商品不足のアイコンが出ちゃうからね。困ったことに、これやってる時にさ、すごい大問題があって、何が問題かっていうとね、シティーズをやってる気分じゃなくなってくるんだよね何のゲームしてたんだろうって思ってなんか平気でさ、これやり始め、今慣れてるからこうやってパパってできるんだけど、なんかもう3時間これだけで終わった枠とかあって、過去に何やってたんだろう今日って街一個も作らなかったなっていう、見てた人どんな気持ちだったんだろうってなんか時々思うよね、やっぱりね。シティーズだけど、シティ出てこなかったからね、画面にね。ひたすら土砂と川が出てきたね。リバーズとかなんかドシャーズか分かんないけど、まあ土砂と川だったね、画面に映ったのは。まあ、そういうようなところはあるよね、やっぱりねはい、で問題はここだ。これって節減できるのか。意外とね、高さがあっても許されたりするから、このゲームって。お、よしいけてるっぽいかないけて、いい、うんちょっと待って、ちょっと審議、要審議だなこれ。大丈夫だね、よし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 。まあこれであんま良くないけどとりあえずこれでいいや。はい、なんとかね、貨物船の航路、再現することができました。再現はできてないな、うん。で、災害とかが起こった時に見てもらえれば分かるんだけど、見てれば分かるんだけれども、このゲームってね、水源がないと、この水、まあ、水源があればね、水がどんどん発生するからいいんだけど、水ってどんどん乾いていくんだよね。だから、例えばだけど、ここの水の足す量が少なすぎたら、それはそれで、この川が干上がっちゃって貨物船が動けなくなる。で、逆に水が多すぎると今度は水が溢れちゃうからね。だからね、そのあたりもちょっとちゃんと調整しないといけないんだけど、結構大変だな自分で始めたこととはいえ、
ちょっと先に水抜き終わらせた方がいいね、ここの。ふぅ。人口8万人まで戻ってきたね。さっき5万人だったのに。やっぱり時間かければちゃんと回復していくね。一回作った街だから。こうやって土地さえ用意できれば、もう10万人なんてすぐだよね。20万人も、もうそんなに難しくないかもね。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。